智弁和歌山高校対大阪桐蔭高校の試合、まもなく開始でございます。守ります大阪桐蔭高校のピッチャーは武田です。以上、容姿出版でございます。1回の表、智弁和歌山高校の攻撃は1番センター神崎君。守ります智弁和歌山高校のピッチャーは小森君、キャッチャーは東君。1回目は大阪桐蔭高校の攻撃は1番センター藤原君。
手は4番ショート根尾君。
Thank you.
5番セカンド山田君。Thank you.